今からバンショップ三上さんのところ、そう、あの軽キャンパーのテントムシをね、そうそうそう、作ってる。せっかく近くに来たからね、そうちょっと見学させてもらおうと思って。うわ、これよ、バンショップ三上さん。もう可愛い車です。もう可愛いな。三上さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これがテントムシ、可愛い。これしかも色も選べるんですよね、自分で。すごいですよね。やっぱこれは自社で作られてるから。そうです、そうですね。すごいカスタム性ですね。この丸窓が特徴的ですよね、可愛くて。シンボルマーク、シンボルマークみたいな。じゃあちょっとこっちから、はい、おお、可愛いな、可愛いな、すっきりしてる。へえ、わ、軽やけどなんかめっちゃ広い。広い。天井が高いからかな。これ定員何名でしたっけ？4人。はい。あ、もう4人だ。これが座席、今後ろ向きになってますけど、はい、あの前向きにしてものであの走行中は前向きですね。ああ。ああ。うわ。めっちゃ簡単や。頭差し替えた。すごいすごい。おお、あっという間に、あっという間やったな、前になった。あ、確かに確かに、あ、あ、後部座席も広いですね、これ。へえ、あ、クラシ、おお、ええー、な、ええー、な。これ上半身なんですけど、下まで開けるタイプもあります。あ、ここから、あ、へえ、こんな感じで、あ、へえ。しかもここ換気できるんですね。そうそう、これですね。で、めっちゃいいな。これやったらだって雨の日とかでも、いや、そう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 、行けるから、いいな。あの、めっちゃ多いもんこれ。あ、ほんまや、確かに。換気すごい。すごい？広い。え、マジで、ね、ボンゴバより広いね。これ冷蔵庫になります。あ、これ冷蔵庫なんですね。ね、うわ、いいな。わ、コンパクトやけど広いですね、結構。これで18リッター。へえ。あの、マイナス18度まではできますんで。え、そんなに。え、すごい。アイスとかも大丈夫。あ、アイスとかもいけるんですね。はい、で、ここが、あの、サブバッテリーになってます。これですね。あ、へえ。ここに流れます。じゃあ、ここにコンセント。うわ、いいな。これは、あの、12ボルトのソケットになります。あ、ソケットがそんなところにあるよ。めっちゃ便利ですね。じゃあここに10リッターのタンクですね。おお。で、あと排水が床下にあります。うわ、ベッドなった。じゃあちょっとベッドにゴローンって。失礼します。めっちゃ広い。あ、そう。あ、全然いけるな。あ、2人いける、いける、いける。これ上もベッドになるんや。え、あら、向こうに、あ、おお。え、一瞬でベッド出現しますね。すごい。え、もうこれ上乗れるんですか？大丈夫です。70キロぐらいの方2人大丈夫。2人、140キロ OK。 金属が入ってるから。おお、いや、中ってめっちゃ楽しい。これいいな。これもね、2人で下でもいいし、一人一人でも、一人がいいかも私。ヤッホー。これやっぱ冬場だとこれをするとちょっと寒い。ね、FF ヒーターをオプションでつけてもらうと、はい、暖かい空気って上の方に行くので。あ、なるほど。ソーラーパネルついてるって。え、ソーラーついてんの。え、これも後部座席に違いがあるんですよね。そうですね。お、これが S タイプの車内ですね。あ、確かに横向きの座席なんよね。下の部分も全部収納スペースになりますので。これすごい収納。あ、もうベッド下が全部収納なんや。このマットの下、そうです、跳ね上げて、いい、ここって。これじゃベッドにするとこっちやったら女性でも簡単。そうです。じゃあちょっと妻が
トライしてみてもいいですか。じゃあ何秒で。何秒はもういいよ、もう女性でもできるからよ。スタート。さあベッド。ちょっと待って、プレッシャーで。で、うわ、テーブルが抜けて、で上に、おお。それをこれがこう、ここにもう置いちゃうと。でそれもこれがこう置いて、あ、やば、おお、あ、めっちゃ簡単、すごいすごい、1分、マジでめっちゃゆっくりやってたのに、もう1分で終わった。え、すごい、しかも何も重くなかった。へえ、何も力かかってない。確かに2人の時はこっちの S タイプの方がいい、まあ展開は早いし都合はいいかもね。これしかこうやって、あ、荷物取れるんや。これめっちゃいい。ほんまやな。めっちゃいいな。欲しい。欲しい。普通に欲しい。二人でも全然いけそうやな。全然いける。このテントウシの方は、はい、お値段としては大体300万くらいかな。300万でいいんですか、むしろ。これがいいテントウシ。大きいな。と並べたら確かに大きい、でかいな、うん、へえ、いや、なんかめっちゃ高級高級感ある、すごい座り心地よさそう。ちなみにこれも色とか、まあ、色を変えたり、こっち、へえ、やば、あ、なるほど、え、すごい、え、すごい、家やねんけど、ここにね、なんかシンクが隠れてるらしい。めっちゃええやん。で、これピッてやって、いや、これすごい、あ、で、こうやっていいな、ここも広がりますね。あ、うわ、めっちゃええな。うわ、もうポンって簡単なもの置けるわね。え、いや、あげんのめっちゃ一瞬ですね。え、ポンで終わりですか。スプリング入ってるんで、すごい、すごいね。あ、当てた、あ、すごい、すごい、ほら、ガバッと開いて、あ、ここもいけんねや、すごい、これ外して大きい荷物入れれんねんって。あ、見て、ほら、シート外したらここに置けんねん、やば、釣りやる方とかこれ絶対助かりますよね。ここバーンって置いて、あー、いいな、バッグちょうど入るわ。にこれ収納スペース、収納スペース、こんなところに収納スペースある、ここ、ここに入ってる、あ、すごい、そうです、ただ中に入れたくないものとか、あー、なるほど、生ゴミとかですね、あー、ゴミ、あ、ゴミ、カッパとか、カッパとか、いいな、なるほど、大体あの K のテントの人に1万入る、じゃあ400万ぐらいから、でも400万なんですね、今制作中の、え、すごい、うわ、めっちゃかわいい色、かわいい内装、上にもこれ持ち上げられるようにしてるんですよ。へえ、マイクを上に持ってくれば、あ、はいはいはい、ここに止められるでしょ、はい、下とかにこうケージ入れたりとか荷物いっぱい詰めて、すごいな、ここで寝れちゃうんで、え、こういうのもやっぱお客様のご要望でこれ、そう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 、あ、ですごい、なんかそのお客様によってこうやって作りを変えられてるじゃないですか、はい、もう基本的にじゃあ買うってなったらお客様のご要望をたくさんヒアリングして、えー、すごい、やり方を聞いて、いろんな提案をして、すごいですね、すごいな、違うでしょ、全然雰囲気違います、なんか同じ車とは思えない、そう、注文が多くて、あ、そうですか、1年半待ちなんですよ、1年半あ、なるほど、じゃあ引っ越しはその納期を縮めるとか、はい、うん、あとは交換しないとか、いろんなものができます。じゃあ今日はありがとうございました。じゃあほな、ほな、はい、さよなら。あのね、やっぱりこうキャンピングカーって普通に肩にはまってるやんか、まあそうね、普通のものはね、出来上がってるよ、ね、そう、もう正規品を買う、うん、でそれで終わりって感じやねんけど、あの三上社長のところはもうお客様一人一人に対してめちゃくちゃヒアリングして、どういう使い方をするのかっていうのを聞いて、もう中を
大々的に変えることができるから、こう2人乗りやからもう上のベッドはいらない、そこを棚にしてほしいとかいうのもできるし、こうなんかペットを乗せるからそれ用の檻が置けるようにしたいとか、なんかほんまにそこがすごいと思う。可愛いだけじゃなくて、そこまで寄り添って作ってはるからこれだけ人気なんやと思うわ。なんかただ可愛い、使いやすいだけじゃなくて、一人一人の満足値がめっちゃ高いんやと思う。そうね、いや本当にいい時間やったね。まあすごかった、うん、よかったね。え、三上社長ありがとうございました。ありがとうございます。